テレビの中からの脱出。どうも、ゲストの皆様こんばんは。ダケンです。ダケンです。さあ、今宵も皆さんの鼓膜にハーモニーを響かせましたが、いかがだったでしょうか。はい、今回もわけわかんねえこと言ってんな、この実況者と思った方、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。今回ですね、こちら、テレビの中からの脱出ということで、なんかね、貞子が関係してる脱出ホラーゲーム、実況していこうかなと思います。面白そうだよね。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。スタート。深夜に目覚めると、消したはずのテレビがついていた。ほう。これがそれか。はい、来てんぞ。まだ今なら、貞子小さいから掴める。うん、こっち側からモニターパンチすれば多分掴めるよ。いけないかな。結構、なんかさ、下のテレビボードとかリアルじゃない？周りは絵っぽいんだけどさ、何してんのお前。ちょっと待って。そういう感じか。はい。なんかかわいそうなので、テレビから出す方法を考えると。うん。怖がらせる気ないね。このホラーゲーム、プレイヤーを驚かすっていうよりは、笑かせる方向に尽力してんな。いいですね。はい。遊び方。いろんな場所をクリックしてみよう。ほう。アイテムを手に入れたら、1回クリックで選択、2回クリックで拡大表示、拡大表示中のアイテムもクリック可能。ほう。まあ、とりあえずやっていきましょうか。あ、まだいたんだ。かわいいね。クリックして、なんもなんないな。うん。あ、これっぽくない？来た！じゃあ消えちゃった。手形だけ綺麗に残ってる。はい。あ、スイッチあんじゃん。だ。電池がない。ここに充電するんじゃない？これを。なんか長押しでこう、取ったりとかないの？はい。スイッチ取りました。ここに入れんじゃないの？これを拡大して、あ、このパターンは多分アイテムを調べるときに使うんだ。でもこれ調べる要素がないよね、今のとこ。このアイテムないのか。これで、こう、あ、ドラッグ&ドロップじゃないか。こうか？あ、来た！よし。これで、次は、電源は、あ、刺さってないね。これを、こっち側にやんじゃない？あ、無理だわ。なんで、ケーブルの長さが足りないから、なんか延長ケーブルとか探すのかな？どうなんでしょう。はい、W&T。うん。そして猫ちゃんいんね。かわいい。何この子、癒しだね。すげえかわいいけど、これどうすんの？にゃんこちゃん。何もしないか。この点何？いつまであんの？まだいたんだ。なんだこれ、指紋がついてるみたいな感じかな。はい。で、これは？調べる要素結構あるね。はい。あー、パスコードか。了解。どっかにあるんだね。DVD デッキかな？あ、でも、これ多分リングだから、貞子用の呪いのビデオがあるんじゃない？ビデオデッキでもあると。はい。これは？ん？あー、なんか色系の問題があるのかもしんないね。はい。で、これは何でしょう？キツネの刃じゃん。どういうこと？視聴率多分 0.00008% ぐらいじゃないかな。ねえ、そして子供のグルメ、孤独や。俺好きなやつだ、これ。俺全話見てますからね。はい。晴れトーク。雨トークか。クイズ、短大よ、短大よ。面白いなぁ。はい。いろいろありますね。うん。これが狐の刃の主人公か。金次郎かな。で、次はどうするのかしら？これ基本的にクリックゲンなんだ。あ、待って、リモコンあんじゃん。これじゃない？あ、来た！すげえ！いっぱい押せる。毎日。喋り方のペチャペチャ音がすごい目立つな。わかりますよ。僕も時々やります。はい。マイチューブ。あ、すげえすげえ見れるこれ。いけねえか、さすがに。あ、キツネの山あんじゃん。マイクラもあるし、バイオハザードもある。ログインとかじゃないし、あ、検索できる。また後ほど何か打ち込んでくんだろうね。はい。いっちゃんがニュース。にちゃんは？あ、英会話レッスンみたいな感じ。はい。彼はとても優しい。知らんけど。
どんな講座開いてんねこれ。はい、野球やってて、うん、さっきあの視聴率的な番組表にありましたよねこれ、うん、あ、これが短大王か。はい、短大生たちが募んだね、うん、人気アイドルグループトノ&若のデビュー日は分かるか、分からんやんそんな。9月24日この人とこの人会ってんのかな、どうなんでしょう。これクリックで見えない、無理か。でごちゃんは、はい、あ、通販か、すごいクリーナー、すごそう。ユニティ芸人か、はい、ファミレスの映像が映ってて、これはなんかグルメ、あ、なるほど、子供のグルメか。でもなんか良さそうだね、お子様ら。3秒で死にそう。これあれじゃないの、ルイと戦ってる時なんじゃないかな。どうなんだろう。これ安心するよね、お子様ランチってさ結構楽しいよね。うん、そうだから意外とありかもしんない、子供のグルメ。これは設定されてないのか。10は、はい、あ、ワンちゃんバズ動画か。うん、マイチュー、あ、待って、マイチューブのこれだ、これだ。はい、ここに検索ワードが書かれてるんで、これを多分ここに打ち込むんじゃない？うん。なんだろうこれ。ワンコ的な感じ？いや、違うな。これ NO っぽい。わ、いやでも真ん中もあるな。これは結構謎がいっぱいですね、このゲーム。どうしてくんだ？はい。これさ、部屋迂回とかできないの？できねえな。基本的にずっとこの画面か。これも、いっぱいあるね。ああ、気持ちいいなんか。はい。スイッチは、あれケーブルがないから、あ、でもこういうさ、いろんなところにあるロックを解除して、その中にこの延長ケーブルとかあるんじゃないかな。どうなんだろう。ってことは、猫ちゃんか、この本になんかこうヒントがあるとか？わからないね。何もできないもんね、こっちゃん。かわいいね。どうすんだ？これ、あ、てか、この状態で消しちゃいる？まだ。あ、すげえ！そういうことか！番組ごとでこれ、貞子が出演すんじゃない？なんか、投げ銭してないか、これ。焦げた豆を投げ銭してる。何してんだ、お前。これ、このまま、あ、無理だ。一回こうやって変えてから電気消さないと同時進行できないんだ。うわ、いるわ。猫ちゃんすやすやだな。はい、え、これでなんかできる？近づけないんだよね、知らんけど。はい、どんどん変えていきましょう。なんかヒントがあるかもしんない。これで、あ、ここにいる。いいね、面白いねこれ。うん、はい、短大王は、うわー怖え。貞子、間違ったからって後ろに背後霊すんなよ、危ねえな貞子ちゃん。はい、他はこれどうなる、せーの、はい。すごいクリーナーや、なんだこれ。面白いこのゲーム。はい、じゃあこの僕たちユニティ芸人はそこか。なんか順番があるのかもしんないよねこれ。はい、適切なものを選んで進めてくって感じか。はい、ユニティ芸人でした。これ絶対小籔さんですよね。はい、じゃあこちらの子供のグルメを見ていこうか。はい、これですね、今回も何もしない。子供の時は薄いね。あとは、これどうなる？これめっちゃ気になるな。サダコを守るんだ！切られちゃえ、サダコ。大丈夫か？はい。あとは、え、でもなんか変化はさっきのすごいクリーンなだけじゃない？うん。あ！表示された。さっきの手形があったからだ。なるほど。忘れてた、これ完全に。
いろいろぶっ飛び要素があったら忘れてた。打ちましょう。ワンポ。ワンポ、ワンポ。ワンポどこに打つの？マイチューブか。まずこれでマイチューブ開いて、わ、W、あ、わ、N、P、O、あれ？ P、NEXT、O、来た。これで、あ、ね、ディレイって押すとこだった。検索。あ、いっぱい表示された。これどれ見ればいいの？おー、すげえ！一個一個見れんのこれ。あー、猫ちゃん！どこ行くの？どっか行っちゃった。どこ行ったんでしょう。今日は珍しくよく吠えます。そんなに散歩が嬉しいのかな。と、貞子がいるんでしょうね。はい。これで消したら、いるわ。他の番組も見たい。はい。あ、でもチャンネル存在しないんだわ、もう。マジか。この状態で、いないんだ。これで、今、打ち込んだら、猫ちゃんがいなくなった。あ、アイテムあるわ、これ。鍵を手に入れたです。やったぜ。鍵手に入れて、これじゃないよね。鍵？どこだ？これじゃない。鍵ってどこで使うんだ？うるせえ。ふぅ、静寂が落ち着くわね。はい。鍵はな、どうやって使うのこれ。何の鍵？今んとこ、これかな？何に使うんだ？わからねえな。なんか他にヒントあんじゃないこれ。これさすがに何もないってことないでしょ。うん。あ、待ってこれ。ひょっとしたらひょっとする。これさ、これだ！絶対そうだわ！一番目が、この、狐の刃のチャンネル番号、8だよね。で、二番目が子供のグルメ。だから、8、7、ハレトークが確か、なんだっけ？ 6 だっけ？ 8、7、6だ。はい。これでちょっと打ってみましょうか。8、7、6。あー、これ気づかなかった多分もう気づいてる方いたよね。はい、ちょっともどかしい感じ味わって、羨ましいですね。はい、876。うわ、来た！あ、何これ、やらしいやつ？トノ&ワカ。これはさっき言ってたアイドルグループの DVD ってこと？コンサート PV か。はい。あ、いた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 。失礼しました。これで多分 DVD に入れんじゃない？来た！あ、そっち？ビデオかと思ったんだけど。はい。DVD、貞子も DVD 化したのかな？で、つける。あー、なるほど。入力切り替えが。あー、すげえすげえ！来た来た！これや！はい。ピンク、青、赤、黄色、緑。わ、トノ&ワカ。成人版幼少期じゃん。はい。ピンク、青、赤、黄色、緑ね。はい。最初は、青、冗談です。ピンク、青、赤、黄色、緑。おーし、来た！はい。これだ！鍵使うのこれだよ、多分。そして延長ケーブルも手に入って、箱も手に入った。来た！これ行くんじゃない？あー、すげえ！面白え。めっちゃ楽しい、こういう系。はい。これで、スイッチが稼働できますよね。うん、ちょ、やかましい。入力切り替え2にしときましょう。これで多分スイッチが繋がるんじゃない？はい。で、まずこれを装着して、うわ、すげえいいな！こういうの好きなのよ。はい。で、これも入れて、あー、来た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 。よーし。はい。コントローラーをゲーム本でゲームシーンか。興奮しすぎてボコボコ出ちゃいましたね。うん。取り外してから遊んでください。はい。わかりました。このコント、あ、来た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 。いけるんだね。あれ？ 1 個でいいの？ 1 個でいいんだ。よし。じゃあ、やるぞ。はあ、あれ？こうか。はい。ゾンビ、3分で飽きそう。言って申し訳ないけど、絶対楽しさ3分持たない。どうすんの？あ、始まった。魔界村かな？
はい、 A ボタン攻撃、ジャンプ B ボタン、わかりました。行きましょうか。こうやんのね。あ、すげー、ステーンって行きましたね。気を取り直し、もう一回行きましょう。はい、最初は B、 じゃんけんポン、 B、 ジャンプしながら攻撃とかあんだね。意外とむずいかもしんない。よいしょ、はい、あぶねー、ふう、いいですね。さて、あ、ほらー、なんだよこれ。無理やろこんな。連打をしないといけないみたいな感じ。もう一回行きますよ。はい、あっぶね、ちょっとジャンプしてよ。おい、今ジャンプして、押したぞ今。なんでだよ。結構これ反応速度がラグがあるんだ。そういうところもなんかしっかりできてる。すごいな。はい、よし、待てよ、 OK、 よし、これで最後のジェイソンは、なんでだよ、最後押したよ。あそこで毎回つまずくな。問題の場所、あ、ダメだ。え、これ、え、なんか他にやることあんのかな。どうだろう。どうす、あ、サダコを表示させて、あ、でも、これ見れないか。あ、いけた、いけた、いけた。パンじゃないよ。これでいくか。はい。強そう。これ手は？あ、食らう、食らう。ジャンプしないでいいじゃん。強っ。ジェイソンもこれで1コロでしょ。行くぞ。ほらー、なんだそれ。地味、う、来るかこれ。地味に夢の共演でしたよね、今。サダコ VS カヤコは見たことあるけどさ。あれ面白いよな。笑っちゃうよ、最後。はい。3D 要素もある。すげえ。来ちゃったよ、これ。うわ、結構可愛いな。ありがとう、だって。はい。そう聞こえたかと思ったら、呪われてしまった。唐突だな。せっかく助けてやったのに最悪だって。はい。バッドエンド。ってことはこれ、ハッピーエンドありますね。見ていこうか。クリア直前に戻る。うん。いけるのかな、これで。あれ？あ、来た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 。あ、そうだ。このカバンの番号がまだわかんないよね。これね。どうするんだ？なんか、またヒントがあるんじゃないかな。見逃してるところは。いや、ないね。こっち側にビデオを入れるとか？T シャツじゃないもんね。どうするんだ？これ。もう一回これで。あ、でもこれだとクリアできないから。電気消して。わかんねえ。どうすん、あ、ひょっとして、いや、負けるのおかしいよね。そう、ジェイソンにやられたら、違うエンディング行くのかなと思ったんだけど、一回やってみる。行きましょう。はい。この曲がなんか頭から離れなくなりそう。ブシュー、ブシュー、ブシュー。攻撃しませんよ。進め！なんですんの？てってでーじゃないよ。どうするんだ、あのポーチを開ける方法がどっかにあるはずなんだけども、この最中かな、あ、つかない。もうこれは無理か、ムービーになってんだね。あ、なんかできたけど、サダコお前が答えんのか。正解してるし、しかもトノ&ワカの熱烈ファンなんだろうな、サダコ。916ね。これ打ち込んでいきましょう。ちょっとやかましいんで。はい。916。916。どうだ？お、来たぞ。トノワとワカのライブチケット。やった！待って、サダコ本当に好きなのかな？かもしんないね。はい。これで、チケットどうすんだ？サダコに渡すのか？ってことは、さっきのゲームをクリアしたら多分いけるとかじゃないの？つけて、うん。サダコモードにして。これでゲームやったらどうなる？
いけるかな。はい、やってみましょう。この曲マジで寝る前まで頭から離れなさそう。はい、行きましょう。ずっと出せるかなこれ。あ、無理だ。食らえる？あ、聞かないわもう。全部無駄な摂取をしない貞子でいきましょう。はい、さあ来ましたよ。消えてもらって、これどうなるかな。チケット持った状態でエンディングを迎えるとなんか変わるかな。うん、でもこれしか思いつかないよね。はい、来ちゃったぞ。にゅるりにゅるり、貞子がにゅるり。はい、さあ変わるかな。あ、変わった。目がキラキラで笑ってんじゃん。ありがとう。うん、ねねねね、ちょ、主人公寛大ですね。はい、許しちゃった。やった、グッドエンド。これめっちゃ面白かった。はい、ということで貞子可愛いと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。可愛かったな。はい、テレビの中からの脱出面白かったね。なんかテレビの中に連れ去られんのかなと思ったんだけどさ、まさかの笑い展開でした。うん、作者さんありがとうございました。また次回作楽しみだね。それではここまでご視聴ありがとうございました。これ可愛いな。